2023年7月21日、広島瀬戸内新聞ニュース午後でございます。昨日もちょっと触れさせていただいたんですがね、今年ね、いよいよね、まあ楽しいね、夏休みと言いたいところなんですがね、食料問題がね、もうこれまでになくね、厳しいね、夏休みということにね、なってきているのではないでしょうか。まあ、ここ数十年ですよね。まあ、特にもうね、ここ、60年ぐらいでしょうかね。ここ60年ぐらいでね、食料問題がね、これまでになくね、厳しい状況に、ね、なってきてるのかなと思います。まあ、戦後すぐのね、ね、昭和20年代前半とかね、そこをね、別とすればね、本当にね、ひどい状況にね、今ね、日本はなってきてるというふうに言わざるを得ない。昨日からね、昨日終業式、そして今日から夏休み。その中でも本当ね、これまでになく幅広いね、ご家庭がね、食料問題でね、困っておられるという状況じゃないのかなと思います。これまでね、生活困窮といえばね、貧しい非正規のね、シングルマザーだけっていうイメージがね、ありましたけど、イメージだけの傾向ありましたけどね、もう今ね、今はもうむしろね、中間層、あるいは正社員、共働き、両親が揃って共働き、そういうご家庭も含めてね、困窮すること、困窮がね、そういうことがね、拡大していると、そういう状況です。だからその、格差が広がる、できたのがね、いわゆるね、小泉政権以降ね、格差は広がってきて。だから今度はね、この中間層の、この沈没することでね、逆にね、平等化するというかな、非常にひどい、変なね、嫌な、大変良くない方向でね、状況がね、悪化しているということです。で、中間層の方でもね、じゃあ住宅ローンが重かったところへね、収入をドカンと入る。だから住宅ローンなのは固定費ですからね。そうするとね、またね、収入が減ると。だ最近ではね、物価が高騰した分ね、実質的な収入が減ると。そうするとね、じゃあ子供の食料に回せるところがね、減ってしまうというね。そして今、給食がなくなると。それながら子供の食料問題っていうのは非常に深刻になっていますね。まさにね、根本的にはね、日本の労働者虐待政治ですよ。この数十年のね。それからまあ、やっぱり、それからね、食料軽視ですよね。食料安保軽視。安保軽視。軽視ですよね。その矛盾が最初に、ね、そういうシングルマザーに、ね、だったのが、ね、とか、独自前人だったのがね、それが広がってしまったって感じです。まあ、こういうね、非常事態の夏休みに対して総理や知事や、広島市長、十分な対策は取っていません。そのところが総理はね、少子化対策と交渉してね、保険料アップ、そしてね、控除廃止、そしてね、増税、こういったことをね、しているわけでね。そしてね、市長はね、学童保育をね、有料化しているというところですよね。何を考えてんのかってところですよ。もうね、しかし少子化対策云々のね、段階じゃもうね、ないというかね。ほんとひどい状況がね、広がってきていると。まあ、日本のね、食料事情、統計によってはね、もうね、中国、韓国、もちろんね、だからその、いわゆるね、先進国、いわゆる先進国と言われる、どの国よりもね、実は日本の方がね、飢餓人口の割合が多いという統計も出てきちゃってるわけでね、非常にね、やばい状況です。まあ本当ね、少子化対策っつったってね、食い物がなくて苦しむ子供ばっかり増やすっていうね、いい状況に今ね、なっちゃうと思うんでね。とにかく、あれですよね、
それどころじゃない状況ですよ、もうね。うん、とにかくね、この増税とかやめ、もう保険料アップとか増税なんかね、やめてね。やっぱり一気に、まあ、当面の食料ね、支援を持ちつのことね、やっぱ思い切ったね、やっぱりその、給料アップ、そういったものも含めてね、やっていかないとね、いろいろどうしようもね、ない状況なんじゃないでしょうかね。まあ、子供食堂、キッズ案、8月5日、12時から14時、まあ、ささやかながらね、また、開催をね、していくという状況に、なっております。まあ、私の方はね、お困りごと相談の方ね、させていただきますけどもね。まあ、一応、広島市同時新聞関連イベントとして、ご紹介をね、させていただきます。ぜひね、本当ね、お気軽にね、寄っていただければな、というのを思います。もうね、一部のね、人だけじゃなくてね、もうみんながね、いや、かなり苦しいという状況になってきています。まあね、こうなった時はお互い様ということでね、助け合いつつね、しかしね、総理やね、知事やね、市長をやっているね、舐めた政治、これをね、やっぱり変えていくということも大事であるということもね、付け加えまして、話をね、進めさせていただきたいと思います。そしてね、引き続きね、介護問題、介護労働者のね、法務面の国家賠償訴訟のね、公正な判決をね、求める署名へのね、ご協力をね、伏して、お願い、申し上げまして、私のね、今朝のね、お話を終わらせていただきます。最後までね、ご協力、ありがとうございました。それではね、皆さん、今日もね、どこかでお会いいたしましょう。またね、夜はね、21時から、佐藤修一と広島政治にガツンと物申す、オンラインね、おしゃべり会もありますんでね、お気軽にお寄りください。失礼いたします。